はい、どうも、不明だよです。今回ですけども新ツム、登場しまして、引くべきかどうかやっていきたいと思います。フェスティバルミニーとですね、まあフェスティバルミッキーもですね登場してるんですけど、まあこちら報酬ツムなんで評価のみやっていきたいと思います。ということで、フェスティバルミニーの引くべきかやっていきますけれども、まあ超絶ドスル案件でよろしくお願いいたします。あのコイン稼ぎとしてはね、使い物にならないかなと思います。でスコアに関してはかなり強いんですけども、まあ個人的にはちょっとツムがちっちゃくなってですね、なぞりづらすぎるっていうのがあるんですけども、まあそれでも結構強いというところでございます。ただまあ仮に引くとしてもですね、やっぱり三が日終わってから引けばいいかなと思います。三が日前にコインをわざわざ減らさなくていいかなと思います。三が日で強ツムゲットして、スキチケとかで育成して、それでコインを稼いでですね、次回の新ツム確率アップの方で、まあ、がっつり稼いでもらえたらなと、はい、そんな風に思っておりますので、皆さんは超絶とする案件でよろしいと思います。はい、引くにしても引くタイミングですねだけちょっと注意してもらえたらなと思います。はい、ということで、評価の方映るんですけど、これね、ちょっとね、つむつむ、まあ、このフェスティバルミニがあまりにも重いんですよ。はい、処理落ちみたいのがあってですね、音がね、毎回途切れてしまうみたいな、そんな現象が起きてしまってですね、ということで、まあ、ちょっとね、あらかじめ2プレイやったんで、それを、まあ、見ながら評価やっていきたいと思います。で、フェスティバルミニはね、もう、基本的にはもうショートチェーンでやるのが一番いいかなと思います。ロングチェーンはね、自分は全然いきません。うまくなぞれないので、まあ、ショートチェーンでちょくちょく消していくのがいいかなと思います。それやるとですね、まあ、結構スキルもね、回りやすくなるんで、はい。もうこれさ、やっぱちっちゃくなって周りのツム消すってやつなんで、消去数がね、そう、タイモン圏内になかなか出なかったりもする。てかまあ多分チェーンしすぎなのかもしれないですけどね。ちゃんと3チェーンだけやってれば、そこまでタイモン圏内では多分推移すると思うので、はい。っていうところですけどね。はい。まあ運良ければ結構タイモンもね、出たりするんで、はい。スコアは結構稼げますよと。いう感じです。でコイン補正値はもう最低です。なんとマイナス 60% かかってると。1回、の、まあ、なぞりに対してですね、通常の 40% しか入ってないという、もう半分以下ですよ。半分以下、絶望です、絶望です。はい、もうちょっと補正短くてちょっとつなぎやすくなってたら、このツムはかなり良かったんじゃないかなと思います。まあ、このツム、まあ、強いは強いんだけど、まあ、報酬ツムのミッキーも強くてですね、まあ、やっぱりそっちが優しくて、使い方もね、まあ、性能もかなり良かったんで、まあ、ちょっと差別化したのかなっていう、そんな感じですね。まあ、上級者向けと初心者向けみたいな感じで、まあ、スキルとか、まあ、構成みたいなのを考えてるんじゃないかなと思います。なのでこんだけ難しくて、はい、補正値もめちゃめちゃ強いみたいな、そんなツムになったんじゃないかなと思います。うん、まあ難しいですよねこのツム本当に。たまにね、自分大消去入れてます。大ツムでいい感じにこういけそうな時はですね、やったりしてるんですけど、そういうのがない限りはあんまりやんないです。今もこれやろうとしたんですけど届きませんでしたね、左側に。っていう感じで、まあこれね、自分ツムレベマックスじゃないんで、ツムレベマックスってか、まあツムレベ上げてしまえばですね、まあ1億も多分自分ならなんとか出せんじゃないかなと思いますんで、まあまた後日頑張ってみたいなと思います。ツム育成はね、めちゃめちゃいいっす。ツムレベ、この今のこのミニをツムレベ上げるっていうことに関してはですね、今育成ボーナスが入ってるんで、でかつですね、スキル中ミニ半分これ
いるので、めっちゃ積むレベ上がるんで、ちょっとレベチケ節約したいなっていう方はこの積むでかなりプレイした方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでフェスティバルミニでございました。ではミッキーの方をやっていきたいと思います。ミッキーはね、強いっすよね。単純消去で発動数15のマイナス 10% の補正値はあるんですけども、まあ消去数が多くてね、15なんで、まあまあスキルも回る、はいっていうところですね。でスタードナルドが去年来たんですけど、そこと比較してもね、まあ多分強いんじゃないかなと。はい、ちょっと比較動画も出そうかなとは考えてるけど、どうしようかなってちょっと悩んでます。時間がちょっとねあんまなくて、はい、そんな感じです。でこのツムはガジェットよりかは多分強くて、まあ惜しいね、スキルマ、まあスキルマ作るまでにね時間かかってしまって、結局三が日、強いツムゲットしてっていうところで言うとね、なかなか使う機会ないかもしれないけど、まあ、三が日もうまく共通も当たんなかったっていう人なんかはガジェットよりかもねいいんじゃないかなと思ってます。演出短いしね、ワンプレイが多いんでコインボーナスがやっぱり乗りやすいんですよね、多い分。そう、やっぱそこが個人的にはいいかなと思います。でスタードナルドとの違いで言うと、スタードナルドのいいところは、まあ、ジャイロで一応消去数アップするのと、あとはですね、スキルゲージ繰り越しができる。スキル中ツム動くので、そこがいいんですけども、まあ、ジャイロめんどくさいよねっていうところで、まあ、そこの、ね、差分で言うと、まあ、こっちは、ジャイロ使わなくていいし、と。で、消去数まあまあ多くて、発動数で言うと、スタードナルドより1軽いんで、そこの点はいいんですけどね。まあ、ただ繰り越しできないとか、ね。補正値がマイナス 10% 入っちゃってるという、まあ、弱点はあるんですけど、まあ、今回ね始めていく方は、めちゃめちゃおすすめできるかなと思います。まあ今回のね報酬積むも曲付きなので、そう、今後ラストショーでしか復活しない可能性もあるんですよね。はい、ワンちゃん、はい、まあなんでそこも含めですね、まあちゃんと多分全て回収すればですねスキルマ作れますので、10周年ね最後まで楽しんでいきましょう。まだ三が日始まってないけどね。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。